何か用か。私は不死身だ。ウェイン、お前ごとき矮小な存在がどうはないかと決まっている。せいぜい逃げ惑うのだな。少しだが神の気配を感じる。お前何者だ。大したもんだよ。稀に見る天才と言ってもいい。
何か用か。何か用か。何か用か。お前が己の使命を果たすために必要なものが、魔鉄の力。そう、宇宙上のために必要なのは、万物を裁く絶対なる力。お前の時、私のために働くにはもっと力が必要。そうだ。お前、試しに我の動きを真似てみる。神の魔法が好きだろう。そうして、みんなとはびこってきたのだ。人間不正が偉大なる神の真似をするなど決してあってはならないことだが、だが神は寛大だ。神への尊崇の念があるのだ。その罪を許してやっても特別に。ありがたく思えよ。過去の人間にもこれくらいはできるか。しかし過去な人間は崇高な神を必死で模倣する姿というのは実に滑稽じゃない。やはりお前、人間の終わりには存外マシな動きをする。もっとも神のような美しさは欠片もないがな。お前は我の理解すら超え、未踏の高みへ至ろうというのか。何か用か。
何か用か。何か用か。さあ、神への敬意をここに示すのか。その行動をもってな。今のは悪くない。お前にもようやく神の使いとしての自覚が出てきた。不正な心に当てた。褒めてやる。お前の動きも少しは様になってきたぞ。そろそろお前も神を名乗ってもいいかもしれんな。神もたまには冗談を言うのだな。あの子全てのものは神のもとにあり、神がいなければ何者も存在しえない。そう、今の人間どもは神である私に生かされているに過ぎ、生かす価値がないと我が決めた時、それがお前の、そして人間の最後なのだ。人間よ、しばしの猶予をせいぜい楽しむがいい。お前は我の理解すら超え、未踏のた。ふんふんふん。ふふのふん、ふんふんふん。ふふのふん、ふんふんふん。ふふのふん。何か用か。何か用か。何か用か。その技を持って。お前も神の仲間入りだ。どうだ、神の人たちだ。どの計画も完璧なものと。なんだ、何か不満か。まさか、お前、私の力を得ることが目的だったのか。神をたばかっただと。許されることではない。貴様、
世界は神による神のための、そうこの世界こそ神の世界、世界神が世界を、それこそ自然の摂理なのだ。人間を生み出したこと、それこそが神の過ち。神がこんなところで、くそー、お前は我の理解すら超え、二刀の高み。何か用か。